はい、皆さんこんにちは。フーチーズサイドパーク店の橋川でございます。大変お待たせしました。今日もですね、ヘッドウェイギターズの育成日記のお時間がやってまいりました。ちょっと時間が空いてしまったんですけど、開けて引き出してから約55日目と、まあ、2ヶ月弱ですけど、だいぶ時間が経って音も変わってきたぞというところでございます。作っていただいた時からですね、ももさんの方からバックハンドサイドに使っているブラジリアンは、まあ、結構硬いやつを選んでいただいてですね、音が出るか心配だぞというお声をいただいておりましたが、だいぶこうこなれてきた感じじゃないかなと思います。ちょっと音聞いてみますか。まずはちょっとこう鳴り方がオープンになってきたなという感じかと思いますけど、サマさんどうですか。季節もなんか少しね落ち着いてきましたからね。秋めいてきましたからね。少し乾燥というか湿気っぽさがなくなってきたので上がってきましたよ今上がってきましたよ良いのではないかとだいぶあれですよね、9月の終わり、本当にでも5日ぐらい前ですかねからだいぶカラッとしてきたというか。そうですね、秋の陽気になりまして、だからパリンとこう鳴ってくるかなっていう季節柄の音もありますけども、ちょうどよくこう、まあ、50日過ぎて良い感じで、まあ弦も張り替えてね、ちょっと一回やってみたらいかがでございましょうか。そうですね、今日は後でちょっとまた弦がだいぶ傷んできたので違う弦にも変えてみたいなと思いつつね、そこもちょっとお届けしたいなと思っております。で、今話にも出ましたけど、本当に先月の終わりぐらいからですね、9月の終わりぐらいからちょっとこう湿気があったのがだいぶ乾いてきてですね、アコースティックギター弾いてて音的に軽やかになるっていうんですかね、アコギ鳴ってるなっていう感じが出てきたのはこう体感としてありまして、多分皆さんもそうだと思うんですけども、なので今アコースティックギター弾くには非常に良い時期だと個人的には思っております。で、ちょっとこう湿度が変わってきてるんでね、楽器が動くかなというのも気になってた部分であるんですけども、大きな動きもなく非常にこう安定したギターでございます。で、今日はですね、この前貼ったのはこれ、エリクサーのライトゲージのブロンズ、8020のブロンズを貼ったんですけど、今回はこれにしてみたいなと。マーチンの、MA140。これも8020のブロンズでございます。まあ、比較的こう手に入りやすい弦で、まあ、どれぐらいまた音が違うのかなと。で、エリクサーはコーティング弦なんですけど、こっちのマーチン弦はノンコーティングなので、またこれの音の違いもね、だいぶ聞いて分かりやすいかなと思います。ビフォーアフターの音もちょっと比べていただいて、参考にしていただければなと思います。ちょっと弦を張り替える前に一回音鳴らしてみようかな。ちょっと弦張り替えてみますね。サマさん弦張り替えます。はい。やっぱりあれですかね、生弦の方がよりバリンって言いますかね。そうですね、生の方がいいんじゃないですかね。コーティングじゃない方がよろしいかと思われますが、だから次はよりあれですか、1ヶ月持たないって感じですかね。持たないでしょうね、生弦だとね。ちょっと頻繁に変えなきゃダメかもしれないね。何や。
改正的にこれ俺映っちゃってんじゃん、ちょっとめんどくさいじゃん、いちいち止めたり撮った、オッケー。全然音違う。結構ゴツ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 ジャリンっていう、全然違うね、同じブロンズアームでこんだけ違うんだもんね。かなりキャラクターの違う音になったと思いますけど、やっぱりコーティング弦よりはこうシャリーンというのと、こう何ですか、巻き弦のザラザラした感じっていうのはすごく強調される弦でございます。もうこの辺お好みですけど、ちょっとこう僕はまだあんまりこの弦使って MA140 かあんまり使ったことがないんで、ちょっと弾いて馴染むまで時間はかかるかなという感じですけど、この2週間ぐらいはちょっとこの弦を試してみてですね、さらに音を育てたいと思いますと。で、あのご来店いただいた名前育成日記ですか、あの実際にこのギター触ってみたい弾いてみたいっていうのプラス、あの目の前でどういう風に音が変わったのか音も聞いてみたいという方、結構本当にご来店いただいてまして、遠方からも来ていただいて本当にありがたいんですけれども、あの非常にあの生で体験していただけているような感じですね。ね、坂本さん。はい、あのご好評でございます。あのお気兼ねなく皆さんどしどしご来店いただいてですね、あの本当にあの誰でも触れるようにしてますので、ぜひこう体感していただければと思います。結構遠慮する方も、いやいや僕は大丈夫ですっていう方もいるんですけども、そんなこと言わずにぜひ触って帰っていただければと思います。次いつぐらいにやりましょうかね。生育成日記ですか。いや、生育成日記はあのいつでも随時受付中なんですけど、あのエブリデイですね。それはエブリデイ大丈夫です。来ていただければ。素晴らしい。これ今55日でやったんで、だまた10日後ぐらいに。10日後ぐらいにしましょうかね。はい、ちょっとあのお天気もありますからね、またね。そう、またちょっと天気崩れるって言ってるんで、はい、またちょっと湿っぽい音なの嫌だなと思うんで、こうちょっとカラッとした時のね。そうですね。はい、音を聞いていただきたいなと思っておりますと。お楽しみに。はい、次回もぜひお楽しみにしてください。はい、よろしくお願いします。俺でもこのマーチン弦全然まだ馴染めないな。